あなたは努力したわ。誰よりも、誰よりも。ごきげんよう、廃れたゴミための皆さん。そこ、どいてくださる？よかった。新しい靴、ぴったり。へえ、そうかよ。さ、始めるわよ。私に続いてね。ライラの番よ。はい。ち、何張り切ってんだか。できるわけねえだろ。いきなりそんな、すげえやつ。これは月踏み。結構難しいステップね。でも、ライラならものにできる。わかったぜ、踊り子さん。俺をからかって笑う気だろ。そういう大遊びか？違うよ、ライラ。あなたのステップを見て感じたの。才能があるって。え？でも、最初からうまく踊ろうとしなくていい。まずは楽しむ。これ、一番大事。楽しむ。さあ、気を取り直していくよ。うんうん、すごくいい感じ。あなたの踊り、素敵よ、ライラ。初めてだ。こんなに褒められんの。ありがとう、ライラ。は？なんでアグネアが言うんだよ。ライラが楽しんでくれて、すごく嬉しいから。ばっかじゃねえの？月踏みができたら、もっと喜んでくれるか。え？アグネアの踊りを見たとき、頭ん中の嫌なことが消えた。それで、ここがさ、あったかくなったんだ。おかしいかな、俺。ライラ。はぁ。さあ、ライラ、もう一回やってみよう。
できたわ先生。月踏みをものにするなんて、あなたは努力したわ。誰よりも、誰よりも。ドルシネア、ありがとうございます。クワニー先生、あなたの踊りを見て決めたんです。私スターになるって。ばあさん。ライラ、踊りとっても上手ね。つい思い出したわ、ドルシネアのこと。ドルシネア、まさか母が踊りを教えた孤児の女の子って。そう、ドルシネアをご存知なのね。ここで先生と遅くまで練習してたのよ。あなたもいい先生に出会えたのね、ライラ。ドルシネアは確かに誰もが知る存在になったわ。でも町の人はよく思っていないの。そしてドルシネアも町の人のことを。大変だ、町が。私見てくる。俺も行く。なんだお前らは。忠告はした。この先は実力行使すると。やめろ、俺たちの町が。ドルシネアさん、ごきげんよう。廃れたゴミための皆さん、さあお掃除の時間ですわよ。スターだかギターだか知らねえがよ、ここがどこか忘れたのか、ドルシネア。はてねえ、すべて忘れてしまいましたわ。さあやっておしまいなさい、ベロニカ。丘の上から見物しますわよ、この素敵なショーをね。は、どうしてこんなこと。とにかくなんとか止めないと。俺も行くぞ、あいつらに一発かましてやる。ライラ、本当は町のみんなが好きなんだね。でもここは私に任せて。ライラは子供たちを安全なところへ。アグニア、分かった、こいつらのことは俺に任せろ。頼んだぞアグニア。
行くか。お手柔らかに。行くぜ。幸運の矢。さあ、氷よ。よし。ありがとう。遊ぼう。かかってきな。やってやるぜ。幸運の矢。やれやれ。食らいなさい。終わりです。行くよ。おりゃ。そうじゃ。食らいな。おしまい。見つけたわよ。あら、いつかの小さな踊り子さんじゃない。さては、私のサインが欲しいのね。こんな僻地までわざわざ。熱心なファンだこと。違います。調子狂うな。もう、あなたを止めに来たの。この町を壊さないで。あら、どうしてかしら。ここは生まれ変わりますのよ。ドルシネアランドに。ドルシネアランド。いい響きでしょう。希代のスーパースターをたたえ、永遠に輝かす楽園ですわ。この土地の方々には栄誉なことよ。感謝してほしいわね。どうして。ここはあなたの故郷なんでしょ。冗談はおやめなさい。笑えないわ。ドルシネアさん。認めませんわよ。はじめに覚えているのは、ただ一面の砂。親の顔も忘れてしまった。
私はね、ここに捨てられましたの。その暮らしはひたすら惨めなものでしたわ。飲みがたかったボロ布をまとい、食料を探す日々。でも好機が訪れた。この暗い吐きだめにキラキラと舞い降りましたの。皆から憧憬の眼差しを受けて舞うその輝く姿、スター。私は心に決めましたわ。世の中を見返してやる。しばらくして私は踊り子となり、旅先で大舞台を見ましたの。あそこで踊りたい、そう強く思い焦がれ、誰よりも努力しましたわ。誰よりも、誰よりも。いつの間にか私は誰より輝いていましたわ。そして駆け上がりましたの、光り輝く階段を。いいですこと、私は今や世界一のスーパースター。今日まで練習を怠った日はないわ。輝き続けるためにね。みんなのきら星がこんなゴミためで生まれたなんて絶対に認めなくてよ。いいじゃない。どこで生まれたっていいじゃない。本当のスターは誰かを不幸になんかしない。だってスターは。おしゃべりはここまでですわ。そこどいてくださる。この地を平らにしなくちゃ。誰の記憶からも消し去る。まっさらにね。私解きませんから。ふん、強情な子ね。痛い目見ますわね。ベロニカ、やっておしまいなさい。守ってみせる、この町のみんなのために。ライラ、待っててね。行くよ。ライフスティールダガー、かかってきな。返しの太刀、あたしの番。うわー、いけー。ブラボー、アグネア君。聖なる神よ、掃除するか。はぁ、ライフスティールダガー。踊るわよ。獅子の舞。感謝します。こっから
最新の槍。さて本気でいきますよ。食らいなさい。よっしゃ。ライフスティールダガー、あたしの番。つむじ風吹け。いいでしょう。降りてきましたよ。出番。ライフスティールダガー、行くぜ。最新の槍だ。イカズチを貫け。さてと、行きますか。よし、どうですか。あたしの番。よーし、それがスターダム獅子の舞。悪いな。行くよ。フクロウ。よっしゃ。頼んだぜ。すみません、パルペティオ。やれやれ、いい、改めなさい。食らいなさい。いくよ。投降しエベルよ。こっからだ。やってやるぜ。新章博ビフェルガンよ。かかってきな。乱れ切り。行くよ。ライフスティールダガー、あたしの番。さてと、傷を癒したのに。ナイス、テメロス。さあ、ライフスティールダガー、踊るわよ。うん、とおりゃ。ブラボー、アグネア君。少々お待ちください。こっからだ。頼んだぜ。掃除するか。やってやるよ。フクロウ、そこ。出番。悪いけど本気出すか。投降しエベルよ。いい、本気でいきますよ。食らいなさい。こんなもんだ。戦いは本業じゃないんですが。娘に花を持たせるなんて。
あなたも優しいわね。もうお下がり、ベロニカ。認めてあげますわ。アグネア、あなたには何かがある。ボンピャクの踊り手にはない光り輝くものがね。ドルシネアさん、スターっていうのはみんなを幸せにする存在でしたわね。くだらないわ。私は皆に認められるため、世の中を見返すために踊ってきた。自らの幸せだけを考えてきましたわ。あなた、クワニー先生の娘ね。お母様の言いつけをけなげに守っているのかしら。はい。バカな子。でもほんの少しあなたに興味が湧きましたわ。招待状、舞踏記の宴、大舞踏祭のメインステージよ。限られた踊り子だけが立てるね。そこで決着をつけましょう。アグネア、あなたと私、どちらが本当のスターかね。いいわ、望むところです。楽しみね。この地の処遇はそれまでお預けにしてあげますわ。ベロニカ、撤収よ。今宵お相手しましたのはドルシネア・ルーセル。次は舞台で待っていますわよ。ドルシネアを追い返してくれたんだな。ありがとう、旅の踊り子さん。皆さん、無事でよかった。おい、見ろよ。母の像が壊されちまった。俺たちの希望が。おい、ライラ！どいつもこいつもしけた面しやがって。いつまでも下向いてんじゃねえよ。何言ってるんだ、ライラ。希望なら、ここにある。俺が、みんなの希望になってやる！ライラ。あのライラが踊ってる。嘘だろ。
ライラ。アグネア、ありがとな。おかげで俺、大事なものを見つけられた。アグネアはここでなんか見つけられたか？うん、見つけたよ、大切なもの。ばっかじゃ悪いからさ。踊ってるとここがあったかくなる。嫌なことが消えて頭がまっさらになって楽しさでいっぱいになる。ライラ、素敵なフレーズね、それ。これからは俺がこの楽しさを町の奴らにも分けてあげてんだ。ライラ、ありがとう。だからなんでアグネアが言うんだよ。じゃあね。アグネア、ライラ、またね、また会おうね。ああ、またな、アグネア。